エステルハージ家の紋章エステルハージ家、エスターハージー家は中世から続くハンガリーの貴族である。いくつもの分家がある。17世紀からハプスブルク帝国、オーストリア・ハンガリー帝国末まで、ハンガリー王国最大の王子主であり、事業家であった。元は、ハンガリー王国の北にある、ガランタにあるジェントリであった。一族は、 エステルハージ・ニコラウス伯爵と息子のエステルハージ・パール公爵の代で対等する。1626年にニコラウスは伯爵の地位を授けられ、1712年にエステルハージ本家は公爵の地位を与えられた。エステルハージ家の成功は着実な土地の蓄積とカトリック教会とハプスブルク家の忠誠に起因する。ハンガリーは一貫して時には 反乱や革命を起こして、オーストリアの支配からの解放を要求し、最終的には、第一次世界大戦末期に独立を成し遂げることとなる。しかしながら、エステルハージの公爵たちは、守備一貫して、ハプスブルク家中誠を誓い、何度も重大な局面を迎えた時に、ハプスブルク家に多大な貢献を果たしてきた。 1683年のオスマン帝国によるウィーン法位や1809年のナポレオンによるウィーン征服などである。一族は三つの方法でその財産を得てきた。対抗改革におけるプロテスタントからの土地の再配分。オスマン帝国に征服された土地の再配分。そして巧みな結婚相続である。その土地の大半は、 今日のオーストリアスロバキアハンガリーにまで広がった。一族はついにハプスブルク帝国最大の王子主となり、時としてオーストリア皇帝の所得を凌駕するまでになった。フランツ・ヨーゼフ・ハイドン公共局の父と呼ばれる著名な作曲家、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンはエステルハージュ家に学長として仕えた。1761年、ハイドンは エステルハージミクローシュ・ヨージェフに雇われ、ミクロー・ジュ・ヨージェフの孫であり、後継者であったエステルハージミクローシュの下で長く、働いた。ミクローシュの後を継いだ息子のエステルハージアンタルは、音楽にほとんど関心がなく、ハイドンは、名ばかりの学長となり、旅行先のイギリスで大半を過ごすこととなる。アンタルは、数年で亡くなり、次のエステルハージミクローシュの時、 再び学長として使え、主にミクローシュの妻でハイドンの友人であったマリア・ヨーゼファ・ヘルメネ・ギルドの生命祝日ミサ曲を毎年作曲をした。老齢だったハイドンは1809年に病で没するまでこの仕事を続けた。エステルハージ家ケー図ハンガリーでは生命の順で名を表す慣習があるため、それに習った。一族で最初に名を挙げたのは ガランタ男爵の肩書きを得、エステルハージ制を選んだフェレンツ・ゼルハージである。エステルハージ宮殿、EN、シュロス・エステルホジー、オーストリア。エステルハージ宮殿、EN、エジャター・ハザ、ハンガリー。ハンガリーのベルサイユ宮殿の異名を持つ、広大なロココ建築の建物。エステルハージ帝、スロバキア。現在は、旧邸宅は、廃墟となっているが、新邸宅は、 博物館などになっている。ウィーン・バルナー・シュトラーセのエステル・ハージ・宮殿パレエステル・ホジー・アン・デア・ウォール・ナー・ストラッサ、ウィーン・ケルント・ナー・シュトラーセのエステル・ハージ・宮殿パレエステル・ホジー・アン・デア・カーネート・ナー・ストラッサ・ハット、オブジェクツ・ツー・エステル・ホジー、エンシェント・ハンガリアン・ファミリー・クエスチョンズ・ヒズ・ライト・ツー、A タイトル。ニューヨーク・タイムズ。2008年4月27日閲覧。カペシワール。 カペシュアール・ユニバーシティ、2008年4月27日、閲覧。A.B. エステル・ホジー・ファミリー。ブリタニカ百科事典。2008年4月27日、閲覧。A.B.C. ロビンズ・ランドンジョーンズ1988-35日本大百科全書の解説。コトバンク。2018年2月11日、閲覧。 AB エンサイクロペディアブリトンニカ、1988エディション、アーティクルエステルホ e エステルホジ d コロンビア百科事典2008年4月27日閲覧 AB ウェブスター2001セクション3 1947 EB4 ターベーニャジスランガックエースシミックメガス運転トシラルコンプレックスネチャグッター2008年4月27日 閲覧、ありがとうございます。